トーニオ・クレーガーは、トーマスマンの中編小説、1903年を発表。トニオ・クレーゲルもしくは、トニオ・クレーガーと表記している本もある。舞台は20世紀初頭の北ドイツの町リューベック。裕福な商人の息子であるトーニオ・クレーガーは、文学趣味を持つ少年である。北、ドイツ的な堅実な気質の父の地と並んで、芸術家的な気質を持つイタリア出身の母の地を、 受け継いでいたからだった。そのため、堅実で実務的な家庭の少年が多いギムラジウムの中では浮いた存在であった。ある日、同級生の中で好意を寄せていたハンスと帰り道に一緒に散歩をするが、互いの趣味や性格の相違を痛感するだけに終わる。数年後、ダンスの練習をする中で、インゲという少女を好きになるが、同じ結果に終わる。やがて父は死に、 母は再婚して街を去る。トーニオは様々な家庭を経て作家として名が知られるようになり、南ドイツのミュンヘンに今日構える。そこで知り合ったリザベータという女流画家を相手に、作家という芸術家でありながら、父のような市民気質を捨てきれない自分の矛盾を打ち明けると、あなたは普通の市民に過ぎない、少しだけ判決を緩めてあげましょうか。あなたは道に迷った。 市民なんですと宣告される。ほどなく東尿は北に向けて旅に出る。故郷リューベックに立ち寄ると昔自分が住んでいた家は図書館になっており、加えてホテルでは指名手配中の詐欺師と間違えられてしまう。さらに北に向かう彼はデンマークの海岸部に長期滞在する。そんなある日、かつて思いを寄せた少年と少女、すなわちハンスとインゲと 同タイプのカップルに出会い、改めて市民気質を捨てきれない自分のあり方を確認してリザベータに手紙を書く。その中で自分はあくまで市民気質を保ちながらもっといい作品を書いていくつもりだと誓う。当初、文学という直接的なタイトルを予定されていた。この小説は長編小説、ブッテンブローク家の人々を完成した直後、 自分が文学者としてどうあるべきか、真摯に思い悩んでいたトーマス・マン自身の告白的な作品であった。作中のハンスには、マンが少年時代に憧れていたアルミン・マルテンスの面影があると言われており、また執筆の数年前から執筆時にかけて、パウル・エーレン・ベルクという青年と恋愛に近い友情、関係にあったことも見逃せない、成立要因と考えられている。 一方、市民の立場から批判的に扱われている芸術家の造形や定義は、世紀末からヨーロッパに流行していたニーチェ主義に染まり単部主義的な作品を描いていた兄、ハインリヒマンを意識していた側面が強い。マン自身はこの作品を、後々まで自分の心情に最も近いものとして認めていた。また、マンより8歳年下にあたるフランツカフカがこの、 作品を愛読したのをはじめ、同時代や若い世代の作家に多大な影響を与えている。日本では、三島幸夫や北森夫がこの作品から影響を受けたと語っている。北森夫は、辻邦夫からこの作品を紹介され、自身の筆明の由来となった。1964年に西ドイツとフランスの合作で映画化されている。ありがとうございます。